はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ケンタ店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日の動画はですね、タイトル的には車に乗ってたらイキリ親父が絡んできた的な感じのタイトルです。はい。ね、車に乗ってたらイキリ親父が絡んできた。パンチ弱いな、うん。まあでもこんな感じなんですね。はい。まあ注意喚起の動画なんですよ。タイトルはどうあれ注意喚起です。はい。この話昔したかもしれないんですけども、何年前だろう。僕がまだね、今の嫁さんと知り合って間もない頃なんですよね。知り合ってっていうか、なんかそのまだ付き合う直前ぐらいかな。だから3年ちょい前ぐらい、3年半ぐらい前の話ですね。まあ嫁さんが当時乗ってた車で、まあうちの方に、俺ん家の方に来てくれたんですよ、遊びに。まあ嫁さん結構遠いところに住んでたんで、で遊びに来てくれて、まあ、僕の地元でね、一緒に車の中でおしゃべりしてたんですよね。はい。おしゃぶりじゃないですよ。おしゃべりね。はい。車の中で、まあ、おしゃべりしてて、公園の横にね、まあ、止めてたんですよ、車を。はい。で、一緒に車の中で、その、まあ、要は公園の横に停車して、まあ、車内でちょっと和気あいあい喋ってて、で、まあ、嫁さんの車結構可愛らしい、もう丸っコロッとした、本当にザ女子みたいな車だったんですね。はい。で、もう結構いい時間だったんだよね、夜で。何時ぐらいだったかちょっと忘れちゃったんだけど、だけど、まあ、11時ぐらいかな、夜の10時とか11時ぐらいだった気がします。はい。で、まあいい時間だったんだけど、で、公園の横で喋ってたら、前からね、まあおっちゃんとおばちゃんのその2人組ですね、 おっちゃんおばちゃんの2人組が車に近づいてくるんですよ。はい。でまあ運転席と助手席で喋ってて、僕の嫁さんが運転席で僕が助手席だったんですよ。はい。嫁さんの車なんでね。でなんか話してて、で、ね、喋りながら、あ、まあ、前からなんか2人が来るなみたいな、まあ、別に何にも思ってなかったんですよね。うん。そしたらば近くになってればなるほど、なんかその親父みたいなのがこうやって、あんみたいな、まあ、当時まだコロナとかじゃなかったんでマスクなくて、なんかあんみたいな感じのジェスチャーしていくんですよ。それをフロントガラス越しに見てて、あ、なんか俺らに寄ってんのかなみたいな。で別に全然なんかのその通行の妨げになるような場所に止めてたわけじゃなくて、よくタクシーとかがね休憩して止めてるようなまあ公園の脇だったんですよ。で、そいつら徒歩だったし、別に何の邪魔にもなってないんだけど、なんかこうやって、あみたいな感じで、何見てんだこの野郎みたいな感じでやってくるんですよ。で、まあね、腹立ったんで、まあ当時僕棒切れ持ってたんで、まあ、棒切れの中でも結構ちょっともう、まあ、まあすげえ、自分の中では結構これはやばいぜっていう棒切れね、持ってたんで、なんだよ。で、近くになってくると、まあ、さらにもう、なんか女のおばさんが止めてんだけど、なんかこうやって、なんかこんなことして、車になんかこんなことやってんすよ。だから、まあ、めんどくせえやつだなと思って、棒切れで転がしてやっかと思って、棒切れ持って降りようとしたら、嫁さんがね、早くもう、怖いから行こう、怖いから行こう、みたいな。大丈夫だよ、ほら、これ持ってっから、って、一発引っ叩いてくるやね、おとなしくなるから、って。いや、怖い、やめてやめて、もう怖いよ、って、もう行こうよ、行こうよ、みたいな。で、あっちの止めてるおばさんも、ごめんなさいね、ごめんなさいね、みたいな感じで謝ってるんですよ。で、生きてんのはその親父だけなんですよね。相手の親父がなんか妙に生きてて、なんで怒ってんのかちょっとわかんないんですけど、と止めてるだけで、止めてて、ね、嫁さんと話してただけなんで、なんか、恫喝される意味もよくわからないんですけど、なんか怒ってんのはその おっさんだけなんですよ。はい。で、なんか、その、すごいもう本当に、なんていうんですかね、僕助手席だったんですけど、助手席側のギリギリでなんかこんなことしちゃうよ、わーみたいな感じやってるんですよ、外で。で、おばさんは止めて、やめないよみたいな感じで。で、うちの嫁さんも行こう行こうよ行こうよって言うから、いいよ、こんな一発これで転がしてやるよっつって、いや、いいよいいか、もう怖いから行こうよ行こうよみたいな感じで、うちの嫁さんがすごいおとなしい子なんでね、
で、いや、いいならいいけど、行くなら行くけどって、あんな酔っ払いぐらいね、もう泣き物にしてやるってムカついたから。でも結局いい、もう怖いから行こう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 って他のとこ行こう、移動しようみたいな感じ で嫁さんが結局車そのまま走らして、かわいそうに嫁さんブルブル震えちゃってね、こう初めてあんな感じのなんかされたのみたいな、ほんと川崎、こう川崎ってなんか怖いみたいな、いやいやいや、あんなのただの酔っ払いだから全然大丈夫だよっつって、この棒切れあれば無敵だしっつって、うん、あれ無敵なんですよ、はい。でまあ結局移動してな、ね、別に事なきを得たんですけど、本当にね、まあ酔っ払ったでしょうけど、そのおっさんなんかわかんないけど、で多分ね、なんか若者がね、2人乗ってる車がなんか俺の家の近く止まってんぜみたいな、なんであいつ待ってんだよあいつ、おい、もう眩しいな、ライトがムカつくな、おい、俺ちょっとやってやっかみたいな感じで、で奥さんがやめなよやめなよ、何あんた酔っ払ってんのよみたいな、おいよ俺関係ないやっちゃうよみたいな感じで多分ね、こっちに言い切ってきたんだと思います。はい、あのね、本当に命取りになるからやめた方がいいと思いますね。つったってやめることはないと思うんだけども、まあ、酒飲んでね、気持ちが大きくなってね、こういうことをしてくる人って本当多いでしょ。アルコール飲んでる、なんつうの、アルコールの影響下か。アルコールの影響下にある時って、こういうことするやつ本当多いじゃないですか。誰も得しない喧嘩をなんかすごい自分からしようとするやつ。で、酔っ払ってる時なんて基本的にはね、キレッキレの動きなんかできるわけないから、本当にやる気の相手にね、なんか絡んじゃった場合って、大体負けるのに、なぜか酔っ払ってる時にそういうことやるやつ多いでしょ。あのね、周りが迷惑するからね、本当にやめた方がいいよっていう。あの時だって俺がたまたまね、そういうの苦手な嫁さんといたから、もう行こうよ行こうよって言ってくれたから大丈夫だったけど、あれ嫁さんじゃなくて俺の地元の女だったら、殺せ殺せって言って、多分おそらくそのまま下手したらね、止めてたらおばさんまで一緒に泣き物になったかもしれないからね。たまたまおとなしい嫁さんだったから、もうやめようやめよう、怖いよ怖いよ、大丈夫大丈夫っつって、主捕まっちゃうよなんつってね、止めてくれたけど、地元の女だったら殺せ殺せで、北斗の拳のもう取り巻きみたいな状態になっちゃうから、たまたまいる人間がね、嫁さんでよかったけど、あれ本当にね、ああいうシチュエーションって周りが迷惑するんですよ。で僕もね、人格者なんで、すごく、本当にできた人間なんで、じゃあもう別にいいならいいよ、つって一緒にその後ドライブしただけなんだけど、僕が血の気の荒いね、昔僕の動画に出てたね、なんだっけ、名前忘れちゃったの、なんとか管理局ね。ああいう血の気のね、多い人間とかだったらね、嫁さんがもういいよやめようよっつったところで関係ねえって多分出てった、あれきっと酔っ払いの親父とその止めた奥さんどっちもね撲殺してただろうから、本当にね、一番これかわいそうなの、止め一緒にその酔っ払いといて止めてたら奥さんね、あれとばっちり受けますから、女性がね、その奥さんがね、だからその酔っ払って気持ちがでかくなってなんだか生きてね、なんだかよくわかんないことをした結果、自分の愛する奥さんまで危険にさらしてんだよっていう、もうこれ男としてゴミクズですよね、せめてよ、そいつが一人、親父が一人の時にやるんだったらまだね、100万歩譲っていいよ、死ぬのはね、その酔っ払って生きったおっさん一人だからね、100万歩譲ってまあいいとして、奥さんといる時にそれやるのはやっぱね、俺はね、良くないなと思うね、あっちの奥さんもさ、やっちゃえ、あんたやっちゃえとか言ってるような人だったらいいけど、ちゃんと止めてたからね、いやまあごめんなさいごめんなさいみたいな感じで、ごめんなさいこの人酔ってるんで的な感じで抑えて、なんかペコペコしてたんですよ。かわいそうだったよあれは、本当に。多分奥さん俺の狂気確認してますから、はい、全然分かってないのはその酔っ払ってるおっさんだけですからね、はい。今はそんなこと僕しませんよ、そんなもの持ち歩いてませんし、怖いからね、やりませんけども、結婚もしてるし、はい。だけどあれ本当にね、本当の不良とかにね、絡んじゃった場合、本当にあれ殴り殺されますよっていう。なんだかよくわかんないうちに、ね、死んじゃってね、奥さんまで死んじゃってなんて、本当バカらしい話ですよね。
だからね、本当にお酒に飲まれちゃう方いっぱい世の中いますけど、お酒やめなっていう、うん、もう合わないんですよ。お酒飲まれちゃう人って合わないんですよ、体質的に。身を滅ぼしますんで、やめた方がいいですよ、本当に。僕がそうだったんで、実際自分があんまりアルコール強くないのに、まあ一時結構浴びるほど飲んでてね、毎回その浴びるほど飲んでは記憶なくして、なんかもうわけのわかんないことも、もう動画じゃ絶対言えないようなことをね、連日してしまって、おまわりさんの厄介になって、で一緒に飲んでた人たちにすごい迷惑かけて、もう本当にね、お酒って良くないな、体質的に合わない人には本当にドラッグでしかないな、これはって思ったんですよ、うん、このまま飲んでたら間違いなく身を滅ぼすね俺はって思って、まあボディービルもあって、まあそれも相まってやめたんだけど、本当に体質的に合わない人にとってはね、もうドラッグなのよアルコールって。冒険持ってるね人間にそうやって「わーい」とか言って意味もなく絡んじゃったりするのよ、うん、だから体質的に合わない人はね、ほんとお酒やめた方がいいよ。自分の身を滅ぼすだけじゃなくて周りの身も滅ぼすから、本当に良くない不幸な出来事が起きる前にやめた方がいいよっていう、うん、お茶にしな、お茶に、うん、お茶、静岡茶にしろ、静岡茶に、危ないからお酒は、はい、っていう、まあそんな感じのお話です、うん、あれ実際結構あのシーンもしかしたら今考えると危なかったかなって思いますもん、うん、あんな監視カメラも何にもないね、場所であんな風にね絡んじゃダメね、うんうん、俺だって本当に嫁さんがいなかったら、だってね誰か死んでたかもしんない、もしかしたら、まあ俺も下手したらね、この野郎って出たらで棒奪われて俺が殺されちゃったかもしんないしね、うん、とにかくね、危ない、うん、なんだかそうやってね、良くないことも、それで実際命を落としちゃった人も知ってるしね、俺ね、うん、だから本当にね、なんか簡単に人に絡むのってね、良くないですよ、うん、あんな軽自動車に乗ってるね、ヤクザさんだっていますから、実際、分かんないよ、うん、だからね、どこに世の中本当に危険な人が転がってるとかいるか分かんないから、外で行きがったりお酒の勢いに任せて調子こいてみたりするのはやめようねっていう、意外と世の中危険は転がってますよっていうね、でお酒合わない人はなるべくやめた方がいいよ、本当に身を滅ぼすからっていうお話でしたね、というわけで、まあそんな感じで最後にモノマネだけやっていいですか。ちょっとなんかね、暗い話だったんで、最後モノマネだけやっていいですか。はい。モノマネ。モグラ。さよなら。